だろ。やったー一択あーなおおあれだね、焦っちゃダメだとは思うんだけどさ。はい。次なんだろうね、海は何覚えるんだろうね。ですよね。でもすごいな、すごいすごいねえはいえあれ違うよ、海、それは一択だよ、一択。私はたーな。混乱しちゃってるんですかね、まだ。え、ゆっくりやりましょう、ゆっくり。うん、はい。うわ、え、いや、一瞬ちょっと頼もしいかもって思ってしまった自分に驚いた。え、なんで驚くんですか。だってあんたにさ、いや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 、旦那なわけですし、もうしてないし、結婚。なんで嬉しそうな顔してるんですか。いえいえ、残念で仕方がないわ、マジで。いや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 、明らかにホッとした顔してるじゃないですかな、海、これはね、滑り台、滑り台。こういうのも分かるようになるのかな。焦らずに、あのさん、あ、なんか頼もしい感じですか、まだ。いや、ちょっと偉そうでイラッときた。けていい。そんなわけで海は急激には変化しませんでしたが、みんなを幸せな気持ちにさせてくれました。確かにちょっと一択頼もしい。でもムカつくわね、一択のくせにね。なんか嬉しいな。福祉、本当は福祉なんですけど。まあいいです。かよさんは難しかったんでこうしました。かよ、なんだ今、絵描きということらしいです。絵描きか、あ、なんかずるいな。なんかちょっと期待しちゃうよね。いきなり海ちゃんにかよとかやられたら泣いちゃうし。ゆっくりです。いや、俺もあの時は扉開いたんだとか思ったけど、まだきっと扉があるらしいって分かったくらいなんじゃないかって思うんです。次はその扉をちゃんと持って開けて、その向こうに行くんです。時間はかかりますよ。人は成長するんだね。いやいやいや、まああんたは伸びしろしかなかったからね。ですよね。何しろ40年間チーッとしてましたからね。で、
相談なんですけど、アナさん。ん？海ちゃん、学校行かせませんか？え？前とは違うじゃないですか、アナさん。アナさん、一人じゃないじゃないですか。俺いるし。アパートのみんなだって助けてくれます。そうでしょ？そりゃそうだね。俺とずっといるより学校行った方が絶対海ちゃんにとっていいと思うんですよ。だって海ちゃんの世界が広がるじゃないですか。そうでしょ？世界が広がればドアを開けるチャンスとかヒントとかそれだけ増えるじゃないですか。友達ができたりとか楽しいこと絶対たくさんありますよ。絶対そうですよ。一番学校行かせたいのは花ちゃんよね。ですよね。すいません、分かったようなこと。皆さんよろしくお願いします。やった。ただいや、言ってることは本当正しいんですけど、あんたに言われるとイラッとくるんだけど。あ、それはわかる。蹴ってもいいですか？あ、いいと思います。え、ありがとう。ちょっとちょっと、危ない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 。ありがとう。おかしいでしょ、これ。はい。違うでしょ。違うでしょ。違うでしょ。ほら、何言ってんだよ。違うでしょ。どうした、花ちゃん。楽しい。ここに来てよかった。かわいいね、花ちゃんは。しよし。いい子だ。本当に。よしよし。はなさん。行きましょう。は？行きましょうよ。真っ暗で何も見えないと怖いですね。波の音で海があるのは分かるけど、海下にはそれもないんですよね。でもあるんですよ、海は。ここにあるんだ。ずっとある。また来ましょうね、花さん。
え？また来ましょう。海ちゃんが自分の名前だって分かるまで。分かってからも何度も来ましょう。ね。しゃあ。また来っからね。待ってろよ。ここで三人でスマイルすっからね。なんすか。かっこいいとムカつくんだよ。え、かっこいい。待ってろよ。必ず来るからな。うわスピレス頭きてガンガンッガッ蹴っ飛ばしてやる。マジっすか。ヒロ君ママすごいっすね。ロックっすね。何がロックよ。痛い痛い痛い。めっちゃ痛い。やらないですよ。あっ、ヒロおかえり。突然で驚かれたと思います。そう、あれから2年が経ちました。海は学校に通っています。2年経ちましたが、海はあの時とあまり変わっていません。楽しい楽しい海、楽しいな。大して変わり映えはしないけど、まあそれなりにいろいろありました。意外だったのが福士君、2年連続で国家試験に落ちちゃいました。そしてかよちゃんも目標としているコンクールに2年連続落選。実はこの2人、お互いに結果を出したら結婚しようなどと約束しているのです。この人は特にないわ。でも最近の噂だと、実は結構溜め込んでいるんじゃないかという話。銀行の人の態度が違ったとか、通帳をいつも腹巻きに隠して持ち歩いているとか。まあどうでもいいけど。じゃあ僕仕事行ってきます。うん、行ってらっしゃい。頑張って。はい、行ってらっしゃいませ。行ってらっしゃい。あ、そうだ、ハムさん。これ何？なんか学校の近くに変なやつがいるらしいんですよ。変なやつ？はい、怪しい男がうろうろしてるってママたちに聞きました。何それ。わかんないんですけど、最近どっかの学校で女の子が連れ去られそうになった事件あったじゃないですか。あの海みたいな、ほら、見えなかったりとか聞こえなかったりとかすると連れて行かれやすいっていうか、注意してくださいって先生に言われました。何それ、ムカつく。うん、どんなやつ。いや、それが40くらいのなんか汚い格好をしててロック風でって噂だった。あんたじゃないのそれ。いやいやいや、勘弁してくださいよ。ってことで、ちょっと皆さんお願いします。よし。うん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 。一択。じゃあ行ってきます。行ってらっしゃい。花は、綺麗な花というのは人を幸せにしますね。今でも納得いかない。花ちゃんがお前を選ぶなんて。またまたまた。
死にも早く幸せになってくださいよ。うるせえよ。俺だって十分幸せだよ。ほら働け。で、一択と花の二人の2年間に何があったかというと、まずめでたく結婚。お預かりいたします。なんて？お預かりいたします。やったー！恥ずかしいんだけど。だって花さん、奇跡でしょこれ。奇跡でしょ。ね、俺たちね、結婚したんですよ。あ、本当？おめでとうそれ。ちゃんと今ね、結婚したんですよ。すごいですよね。イエーイ。最高かですよ。そうそう、こんなこともありました。一択、起きろ。ばあちゃん、ばあちゃん、なんで？一択。はい。おめが東京行くとき、ばあちゃん厳しいこと言ったな。うん。なぜだかわかっか？可能性を感じてたっていうか、期待を込めて。ほっとくと、おめは腐って死んじまうと思ったからだ。そっち。どうやって生きてったらいいか、そんなもんに答えはねえんだ。生きてくしかねえんだ、人間は。あとは上等に生きるかどうかだ。わかっか？はい。花ちゃん、海ちゃん。はい。ありがとう。高芸な可愛い孫とひ孫ができて、ばあちゃん嬉しいよ。覚えてっか、ばあちゃんだよ。どうやんだ、あの手のやつ。あ、シワか。うん、うん、うん。ばあちゃん、ばあちゃん、ばあちゃん、うん、うん。ばあちゃん。おお。覚えてんだよ、海ちゃんは。ねえ。ばあちゃん、名前なんだっけね、ばあちゃん。いわだ。いわ。亀持ち、いわ。強い人になれと親がつけてけたんだ。そして強い人になった。そうだ、いわだ。ばあちゃん、ロックだったんだね、ばあちゃん。おお、確かに。なんだそのロックって。強い人って意味だよ。うん、ジャン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 、ロック、これですよ。ジャン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 ジャカジャンジャカジャンジャカジャン、ロック、ジャン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 、ロック。大家さんに出会わねかったら一択はのたれ死にしておりました。ありがとうございます。水死になんて、そんなあるかもしれませんね。間違えねぐ死んでおりました。そうすぎだろ、おばあちゃん。どうですか、これから東京見物、はい、繰り出しませんかね。あ、はい、繰り出します。行ったくも行く。いや、行かないです、怖いです。あら、あいいっすね、これが川の字っすか。
楽しいですね。狭いからしょうがないよ。広かったらつまんないじゃないですか。そう？楽しい。いや、さすがに夏はちょっときついんじゃないか、一択は。え？なんでですか？なんでですかって。おやすみ。海。おやすみ。海。おやすみ。そして三人は一緒に暮らし始めたのです。そっか、海ちゃん学校行ってもう2年になるのか。相変わらず変化ないんですけどね。わかんないだろ、それは。頭の中で何が起きてるかなんてわかんないだろう。はい、そうですよね。どうなの、ロックの方は。ロックの方ですか。そう、いや俺実はね、最近思うんですけど、ロックってのは弱い者の心の叫びみたいなとこあるじゃないですか。あるね。で、いやだから弱い人をちゃんと守るのもそれもロックなのかなと思ってね。私の好きな本でね、主人公が最後に言うんだ。僕は畑で女の子たちが遊んでるのを見てるんだ。でもその畑の向こうには危ない崖があって、女の子たちがそっちに行かないように見張ってるんだ。それがいいんだって。それかっこいいっす、ロックです。どうなの、バブちゃんは。はい、あ、いや実は悩みがあって。どうしたの。いや俺東京来てからずっと詩人を目指してバイト生活だったわけですけど、そのバイトでね、必ず気に入られるっていうか、店長にならないかとか社員にならないかとか必ず言われるんですよね。今もなんですけど。なんでそれが悩みなの。ちっちゃくまとまってるっていうか、コツコツ真面目な働き者っていうか、ロックじゃないっていうか。なんで。いや、なんでって、なんでだろう。詩人じゃなくなっちゃうような。店長になったら詩人じゃいられないのか、詩は書けないのか。そうですよね。うん、店長の歌を書けばいいじゃないか。え、あ、そう。うん、かっこいいっす、それ本当。うん、俺ほっとくと出世とかしちゃうよ。そしたら出世の歌を書けばいい。おお、マジで。え、なっちゃう。え、俺店長受けちゃう。売り上げ伸ばしちゃったりするよ俺。そしたら売り上げの歌を書けばいい。ですよね、ひろこさん。そういうこと。そうか。ま、頑張れ模索。はい。あ、でもひろこさん、ひろこさん最近あんまりアパート来ないですよね。家でなんかやってるんですか。まあね。何やってんすか。準備をね。何も。教えない。教えてよ。そう、私は準備をしています。乾杯。準備はしているのだけど、その時が来るのを待っているわけです。もうすぐそれはやってくる。一番素敵な瞬間を見てからにしようとね。そういう私の勘は外れない。バイバイ先生、さよなら。うん、一択。あ、ちょっとふみちゃんパパ。え、いたのよ、怪しい男。え、あの4歳くらいの6歳の。そう。今度見つけたらすぐ言ってください。絶対と捕まえますから。分かった。あ、ふみちゃん。あ、ああ、一択。うまいか、海。海。あ？海、ちょっと待ってろ、これ。な。ちょっと待てってば、私。なんで逃げんだよ。ああ。
お前か、あの怪しいロック風のやつって。は、俺ロックなんかとちゃうぞ。ロックバンド今スキエントリー率高いんだよ。知らんが、一緒に住んねん。それいいけど、それは何やってたんだよ。海に会いたいんだったらよ。違うわ、なんかニュースで見たんじゃ。え、何があれやん、なんかこの辺で子供の連れ去り事件とかあって、でまだ犯人捕まってへんって。だからじゃ。海を守るためにか。だってお前弱いし。はあ、海、あ、海、何やろお前。待てよ、なんでそんなことすんだよ。なんでだよ。おかしいだろそんなの。弱い人がひどい目に遭うなんて、そんなのおかしいだろ。そんな世界俺は嫌だよ、嫌だ。海に謝れ、謝れ。一択、一択さあ、お、おい、大丈夫か。ちょ、おい、おい、しっかりせえよ、おい、おい、おい。一択、ねえ、一択。大丈夫やって、そ、死んだりせえへんよ、こいつ。え？今薬効いて寝てるだけやん。そう、ジジイになってもロックがどうとか言うとるわ、このバカ。付き合いきれんね、ほんま。海見ててくれたの。会いたければ会いに来たって。ええねん、俺は足長おじさんで。は？意味わかんない。足長おじさんだったら金をくれ。貧乏な足長おじさんもおるんじゃ。ほなな、ありがとう、貧乏な足長おじさん。うるさいっちゅうね。頑張って、ちゃんと生きて。うん、そのうちメッサ儲けてメッサ大金送りつけてあるから待っとる。どうやって儲けんのよ。え、いや、なんか、なんかややっぱバカだ。お前がバカやからバカしか経験のんじゃ。うるさい、ハゲ。ハゲにしてるんじゃ。花さん、海、
よかったわね、無事で。はい、バカみたいに体丈夫みたいで。バカは強いね。すぐ帰ってこれるそうです。よかったです。最初聞いた時死んだかと思った。あ、ごめんなさい。どうした？はな、はなだよ。うん、こ、海ちゃん覚醒しますよね。なんかロックスね。バカだね。もうねえ、海の中でなんか動いてる。こんな顔初めて見た。名前があるんだって。じゃあ海はドアを開けたんですよ。海ちゃんはついに開けたんですよ。
その瞬間、私たちは奇跡の目撃者になった。最高だ、ロックだぜ。海、海、ジャン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 、ロック。海、ここからの海ちゃんの変化は凄まじいものがありました。おそらく彼女は自分の周りには人や物やいろんなものがあって、それには一つ一つ名前があるのだということに気づいたのでしょう。だから全てを知りたがった。何もかも知りたがった。スクロさんだよ。え？すごいっすよ。海、ドア開けたんですよ。いた、いた。ああ、でも海は恋してるわけじゃないからね。勘違いしないように。これはババちゃん、ババポー。なんだよそれ。え、ジャイアントババじゃん。え、ほんとそうなんだって。え、マジで。うん、うん、いやだ、可愛いんだけど。ですよね。こう、おお。海ちゃんの変化はすごいものがありました。リュック。でもドアを開けてほんの入り口にいるのでしょう。そこには名前があって、その先には意味があることを理解しなければならないのだから。自転車。でもそれは遠い先の話ではありませんね。もうドアの外に歩き出したのだから。彼女はよし決めた。何をですか。私しばらく旅に出る。もう準備はできてるの。旅ですか。どちらまで。どこに行くかは決めてない。どのくらいかも決めてない。1年か5年か10年。はあ、私ねこの年になってさ、なんか分かったような気でいたんだよね。この世界のことなんか全て知ってしまったかのようなさ、偉そうな錯覚をしてました。でも海ちゃん見てたらさ、なんかもっと知りたくなったんだよね。いろんなこと。だからちょっくら世界を見てくるよ。だって私は風の子だからね。外に出ていかないとね。よし、そうと決まったら善は急げだ。はなちゃん。はい。これ管理人よろしく。いいかな、私が戻るまで。あ、はい。ビシビシやっていいからね。ろくでなしは追い出していい。あ、はい。よろしくお願いします。お願いします。あんたもだよ。
気をつけな、追い出すよ、いつ。じゃあ、元気でね、タナコ諸君。自由だわ。カズル子ですね。さすがに。投げてどうやるんでしたっけ、原さん。知らねえよ。ごめんなさい。原さん。あ？もうなんでこの世界はこんなに物で溢れてるわけですよね。俺には花さんの海だけで十分です。うっせえ。ここが海だ。そして海の名前だ。海。うわ。もう海も生きててよかったこれからも生きていくぞ
ラブ&ピース&ロック&スマイルだ。イエーイ。うわ、ちょっとやめろ。3人一緒っすよ。楽しい。楽しい。海。花。一択。楽しい。海。ありがとう。海。ジャン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 、ロック。海最高にロックだぜ。じゃん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 、ロー。